ちはスプレーアートエデンの梅ちゃんとまやちゃんです。ということでね、メキシコ人にクジラの肉を食べさせたらどんなリアクションをするのかっていうのを撮っていきたいと思います。クジラ食わないよね。俺もあんま食ったことないよね。ベロちゃんに食べさせたいと思います。でね、前ね動画撮ってないんだけど、馬刺しを食べさせたら馬とかなんかすごい可愛い動物でなんか馬を食べちゃったっていうことでめっちゃ泣いて、ごめんねごめんねって言ったけど、多分クジラにはそんなに愛がないから、クジラとかに多分よくわかんないから多分大丈夫ということで食べさせたいと思います。こんにちは、ベロちゃんです。はい、何の動画撮ってるでしょう。これ何、馬刺し、何だと、アヒル。一回食べてから答えるフェイクな肉かもしれない。そういうドッキリよく予定あるからね。いくよ、目つぶって。はい、はい、どう、これは何だ、何でしょう。レモンです。何でしょう。正解、よし。はい、行きます。なんでしょう。大根？違う。きゅうり。正解。よし。じゃあ、いきます。なんか何も似てない。おいしい。おいしい？おいしいです。牛肉っぽくて。牛肉っぽくて。魚っぽくて。うん。わからない。じゃあ正解言いますよ。まやちゃんの足でした。まやちゃん？まやほら足ないでしょ。足両方。まやちゃん大丈夫。はい、正解はクジラです。あれ、でかいやつ。でかいやつ。嘘、美味しいと思います。やっぱいろんな肉食ってるじゃん。うん、イグアナ食べたりとかさ。イグアナ食べたりとか、あそこでハムスターじゃないけど、ハムスターみたいな食べたりとか。ありがとう、初めて。泣かないの。まあでもクジラはどうだろうね、よくわかんない。さくということで、試しと思ったらチャンネル登録と高評価、シェアもコメントもよろしくお願いします。ありがとうございます。アディオスアミゴ。